豊田市で開かれたトヨタ防災フェスタ。防災をテーマにしたさまざまなブースが並ぶ会場に1台の車がやってきました。一体これは？トヨタ防災フェスタの会場にやってきた1台の車。大きな箱を引っ張ってきました。さらにトランクからは踏み台のような部品、それを組み立てるとスロープが完成。扉の向こうはトイレでした。トヨタ自動車がさまざまな会社と一緒に開発したこのトイレ、ただの移動式トイレではありません。車椅子の方だとか障害を持った方にお声を伺うと、どうしてもトイレがないことによって外出を諦めてしまうという方が、多くいらっしゃいまして、そういった方々のお声にお答えすると。こちらはバリアフリー機能が満載の移動式トイレなんです。例えば車椅子の方が使用するときはこうやって移動するんですが、解除される方がこちら邪魔になってしまいますので、こういってこの方向から解除される方が、つくことができるために移動式にしております。また壁には折りたたみ式のユニバーサルシート、おむつの交換も楽々です。トイレの中での車椅子やベビーカーの方向転換もご覧の通り。子供ね、離れたままだと泣いてしまうので、同じ部屋で一緒に入って子供も安心してくれるのでありがたいかなと思います。また電動車から電気を供給できるのでライトもつくし、お尻洗浄機能まで使えます。これは快適。モビリティフォーオールで、移動の自由をということで、障害を持った方、持たない方、移動に不自由を感じておられる方、皆さんが好きな時に好きな場所で移動し、そこで楽しむことができる、挑戦することができると、世の中にとって良いことだと考えております。普通免許があれば牽引できるこのトイレ、今後さまざまなイベントや避難所などで幅広く活用してもらいたい考えです。次回、災害時に役立つ車中泊のコツ。